Are you prepared to fully devote yourselves to Vi Schwartz? Band Dream Girls Band Party. The bands from the popular mobile game come together on the TCG stage. Trial Deck Plus and Booster Pack, now on sale. Bushy Road. Buddy Fight Ace! I started playing Buddy Fight. Lots of cool cards to play with. Let's do it! DD Gargantua Punisher! Booster Pack Gargantua Awaken, on sale now. Bushy Road. まさか、レン様はどこだ？知らない。また忘れてるのか。ねえ、鉄。甲斐俊樹という人物のことなんだけど、無敗無双のファイターだという話、本当なの？何を今さら。私は甲斐の負けた姿を見たことがない。私は昨日甲斐俊樹が負けたという話を聞いたわ。何？だが俺はその甲斐を負かした奴に勝ったことがあるんだぜ。なのにそいつは私に敗れた。ありえぬ。甲斐俊樹は進言します。昨日矢作卿が岸田治、ビドウ・キリアが支配するショップに現れました。今日が？報告によれば今日はフーファイター狩りを称していたとか。フーファイター狩り？なるほど。で、ファイトの結果は？それが両名とも今日が伴ったファイターに敗れたそうであります。嘘でしょ？どのようなファイターなのだ？報告ではブラスターブレードを使うとか。ブラスターブレード？レン様のブラスターダークと並ぶレアカードね。興味深い。今日もフーファイター狩りとやらを行うと仮定して、現れそうなショップはここだ。フーファイター狩り？そうだ、こいつとファイトしてもらう。どうも。これは驚いた。キョウ君、君私が誰だか知ってるに決まってるだろう。セカンドリミテッド3、通称 SL3 最強のプロフェッサー王さんよ。こいつがお前を倒し、岸田とビドウをボコったのか？話は伝わってるようだな。なら善は急げだ。とてもそれほどのファイターには見えませんが、よろしくお願いします。こちらこそ。僕が勝ったらこの店から。プロフェッサーよ、こいつあんたに勝てる気でいるみたいだぜ。仮に私が負けたら、無論この店から出ていきますよ。お願いします。愛知お兄さん、頑張ってください。スタンドアップ、バンガード。バカな、冗談だろ。アルフレッド・アーリーでヴァンガードにアタック。まさかこんなことが起こるなんて。ダメージチェック。ノートリガー。つうことは、勝てた。見たか、アイチャお兄さんの実力を。とっとと出て行きやがれ。お疲れ様でした。ありがとうね。アイチャお兄さん、さすがです。いえ、そんな。それじゃ。仙道、カードの声は聞こえているのか？お前まだ言ってんのか、最高のウリアのこと。サイクオリアだ。で、どうなんだ？聞こえない。あの時は。呼べ。たまたま聞こえただけで、やっぱり僕にはそんな力ない。あるに決まってんだろ。出なきゃ俺が負けるわけねえんだよ。
行くぞ、次の店だ。で、プロフェッサー王より強いやつなんてそうそういないぞ。てめえ無駄に強くなりやがって。そうっすよ、めちゃめちゃ強くなってますよ。困っているようだな、今日。誰なんだよ。エール4の一人、鉄。エール4って、フーファイター最強の4人だったよな。今は3人だけどな。どっちだ、貴様を任したブラスターブレードを使うファイターというのは。興味はそっちか、こっちのひょろい方だ。ふん。どうも。外見で判断することはせんが、にわかには信じがたいな。貴様がこの少年に敗れたとは。まったくだ。だがこいつはレンと同じようにカードの声が聞こえるそうだぜ。何？レンを研究対象としてきたお前なら理解できるよな、この言葉の意味。これまで唯一鈴ヶ森レンにだけ現れたユニットの声を聞き、ファイトの行く末を見通す力、サイクオリア。それをこの少年が。試してみたくねえか、鉄。ふん、乗せられてやるぞ、今日。少年、私と手合わせ願おう。仙道、こいつはな、フーファイター全体の司令官だ。全体の司令官？カードショップを支配するよう命令している張本人ってことだ。じゃあ、VF グローブを作ったのも？ああ、私だ。僕は VF グローブってヴァンガードが大好きな人が作ったんじゃないかと思ったんです。ヴァンガードと一体になるために作られたもののような気がしたから。ほう、そこに気づいたか。え？確かに作ったのは私だが、作ろうと考えたのは我が当主のためだ。当主？彼は君の言うようにヴァンガードが大好きな男だ。フーファイターの当主がヴァンガード大好きだって？ふざけてんじゃねえよ！カムイ君、そんな人がなぜ VF グローブを使ってショップを荒らし回るような真似を？本気のファイトをするためだ。本気のファイト？我らフーファイターはカードファイターの頂に君臨する存在、故に本気のファイトしかしない。そのためにはファイトに緊張と集中を促すこのアイテムが必要なのだ。わかりました。じゃあこのファイトで僕が勝てたら、フーファイターの皆さんに VF グローブを使ってカードショップを荒らしたりするのをやめさせてください。我らフーファイターの理念は勝者絶対、敗者無用。少年、勝者の権利を行使したければ私に勝利してみせよ。準備 OK です。少年、名前は？仙道愛知です。私は新城鉄。こちらも OK だ。さあ、始めよう。スタンドアップ、ヴァンガード。ライド、プリズナービースト。鉄が使っているのはソウルを貯めることで強力なスキルを解放するクラブ、ダークイレギュラーズ。ソウルチャージ。早速ソウルを貯めやがった。ターンエンド、スタンド&ドロー。ライド、ナイトスクワイヤー、アレン。私もこれまで唯一レンにしか発言しなかった力を持つ者が他にいるというのであれば興味がある。我がターンだ。試させてもらうぞ、君にサイクオリアが発言するかどうか。Champions of the Asia Circuit, now on sale!
My booster is here! Tons of other cool cards too! Lend me your powers, Cosmo Man! Superhero Wars Omega Advent of Cosmo Man! On sale, September 14th, Bushy Road! Buddy Fight Ace! Our cards are finally here! I'm gonna create decks with this booster! With lots of new fun cards! Miracle Fighters Nico and Mel on sale September 14th, Bushy Road! Buddy Fight Ace! Raise the flag! Lost World! Come to me, Lost Deck! Lost Dimension! On sale October 5th, Bushy Road! スタンド&ドロー。僕は VF グローブってヴァンガードが大好きな人が作ったんじゃないかと思ったんです。そう、鈴ヶ森蓮はヴァンガードが大好きな男だ。だからこそ彼の身にサイクオリアを発言した。セカンドチャンス。またダブルクリティカル。鈴ヶ森蓮の勝った。蓮様ってお呼び。マジかよ。貴様、イカ様でもしなきゃこんな勝ち方。イカ様なんかしなくてもこんな勝ち方できるのがレン様なの。レンの元にはその強さに浸水するファイターたちが集まり、以前のように頬を晴らすこともなくなっていた。集まったファイターたちは組織化し、やがてフーファイターと名乗るようになった。だが、レン様、お暇なら私とファイトを。いい、あーちゃんとやったってどうせ私が勝つから。レン様、いくら本当のことでももう少し言い方が。サイクオリアを完成させたレンは誰とファイトしても満足できなくなっていた。私はレンの退屈と渇きを潤すために。お待ちしておりました、レン様。何それ。あ、レン様。ヴァンガードファイターズグローブ、略して VF グローブです。 VF グローブ、何に使うの。無論ヴァンガードだ。ヴァンガードにこれを。ええ、これを使うとカードファイトに緊張と集中を促すことになり、実際にファイトした方が早いよね。でしたら私がお相手を。ダメージチェック。ガッチャーン。あーちゃん、てっちゃん何したの。 VF グローブをつけてファイトするとダメージゾーンにカードを送る動きを検知して全身に痛みが走ります。痛み。それはすなわちヴァンガードが受けた痛みです。え？ VF グローブをつけることでファイターはヴァンガードと一体となり。こんなものなくたって私はいつでもヴァンガードと一体となっている。これがあればレン様に近づける。大丈夫です。あーちゃん続けられる。はい、レン様。でもデザインはかっこいいね。ヴァンガードでブラスターダークにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ノートリガー。ダメージチェック。レン様、痛みは。言ったろ、私はいつでもヴァンガードと一体となってファイトしてるって。あ、レンの痛みはイメージの中のユニットが。以前にも増してサイクオリアに興味を抱いた私はレベルアップを名目にフーファイターへの装着を義務付けた。だが
レン以外にサイクオリアを発現させる者が現れることはなかった。え？各地のショップを？そうです。フーファイターだけでなく全てのファイターのレベルアップを考えるなら VF グローブを使った対外ファイトは必然かと。そうかな。でしたら私が具体的なプランニングを。こうして各地のショップにフーファイターを派遣。私はレン以外にサイクオリアを発現できるものを探し続けているが未だ出会えていない。サイクオリアはレン特有だと考えざるを得なかったが、このファイトでそれが真実かどうか確かめてやる。ライド！エアボルフ・ゼーガー。さらにブラッド・サクリファイス、ルスベンをコール。スキル発動。ダメージゾーンのブリコラカスをソウル。代わりに山札の一番上のカードをダメージゾーンに。ブリコラカスを選んだのでカウンターチャージ。ブリコラカスはソウルに置かれた時ヴァンガードにパワープラス1万。1万9000か。驚くのはまだ早いぜ。え、プリズナービーストをコール。スキル発動、ソウルチャージ。ソウルが5枚になった。そう、ソウルが5枚になったことでゼーガーはパワープラス5000。2万4000だと。プリズナービーストはパワープラス2000。そっちは1万か。行くぞ、先導アイチ。ヴァンガードにアタック。スキル発動、ソウルチャージ。またソウルを増やしやがった。ノーガードです。 VF グローブによる痛みを恐れぬか。良い気構えだ。ドライブチェック。クリティカルトリガー。パワーはルスベン、クリティカルはヴァンガード。ルスベンでヴァンガードにアタック。プリズナービーストのブースト。今のルスベンはパワー2万9000。一気に3ダメージかよ。ターンエンド。ライド、立ち上がれ。僕の分身惑星クレイの神聖国家ユナイテッドサンクチュアリの正規軍ロイヤルパラディンの光の剣ブラスターブレードてみろ。先導サイクオリアを。アビリティブラスト、バーストバスター。よっしゃ、まず一体大逆。さらにアレンのコール。アレンのスキル発動、カウンターブラスト。ギャラティンのスペリオルコール。アレンにパワープラス3000。スキルで1枚ドロー。いきます。ブラスターブレードでヴァンガードにアタック。ドライブチェック。残念、ノートリガーが。で、これであいつのダメージ2。アレンのブースト、ギャラティンでヴァンガードにアタック。ノートリガー。これでダメージ3。いけますよ、愛情兄さん。ターンエンドです。我がターン、スタンド&ドロー。ふん、ここまでは素直なプレイング。サイクオリアの片鱗すら見せていない。レンのように自在ではないようだな。行くぞ、先導アイチ。来るぞ。え、ライド、我は呼ぶ。
命なき者どもの王。警戒せよ。デスアンカー、警戒せよ警戒せよ。どうしたんですか、愛情兄さん。なんでもない、大丈夫だよ。ほう、今日の言ったことは本当だったようだな。サイクオリアが発言した。さあ、ここからが本当の戦いだ。見せてもらうぞ、先導愛知、君のサイクオリアを。ここにフーファイターのアジトが。はいはい、もう慣れましたよ、お前が何も説明してくんねえのには。Join us at the Kara Expo USA 2018. Battle it out at the card game tournaments. Have lots of fun at our booths. Check out the exciting stage activities with popular guests from Japan. Experience amazing live performances. Wait no more. Grab your tickets and see you there. Bushiroad.強さをこの手宿すために終わりのない夢にうなされていた僕にもっと力があったとしたら覚めるだろうか。あの日に選んだこの道が間違いじゃないと勝つことでしか見出せない。何度でも何度でも証明しようも今ここで強くなるため定め再び巡り合ったんだ。ならば全力でぶつかるだけさ、決戦のトライアンド。乾いたままの心潤すだけの勇気が今の僕らにあるのか。迷いさまよながら信じたい強さも強さもこの手にねえカンニー、あなたの使ってるクランってなんだっけ。ああ、メガコロニーなの。どうして。よし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 、まさか、よしよし、まさか。ん、何を鉄。お前、川波が何を言ってるのかわかるのか。え、鉄はわからないの。まさか、サイクオリア。The Bushiroad Championship Series returns, featuring future card Buddy Fight, Vi Schwartz, Dragonborn, Rise to Supremacy, and Card Fight Vanguard in two formats. Receive special cards and promo supplies just by taking part. Regional championships will be held in 9 locations in North America, 9 cities in Europe,7 locations in Asia Oceania. Find out when a regional championship is happening near you. Bushiroad.